はようございます。デュオの高木です。今日はですね、愛知県豊橋市のサーフに来ています。ターゲットはですね、ヒラメ、マゴチ、主のシーバスとね、あんまり絞らずにですね、いる魚を釣りたいと思います。じゃあ朝まずめ迎えようとしてますので、早速キャストしてみましょう。よろしくお願いします。朝一投目、ルアーはねタイドミのスリム140フライヤーですね。僕は代々釣りするときこのルアーから始まることが多いんですけど、真正面に投げて、ルアーがね どんな感じで抵抗を受けるか、また真正面に投げたルアーがねどっちから返ってくるかなんかで、その日の海の状況をねちょっと感じ取るようにしています。今この時期のね、ベイトフィッシュはヒイラギだとか、あとこの城、サッパだとか、そういった扁平なベイトフィッシュもいれば、イワシ系のね、マイワシ、カタクチイワシ、そういった、もちろんキスもたくさんいますんで、スリムベイトも混在しているような状況ですね。で、泳ぐレンジだとか泳ぐポイントなんかも、ベイトフィッシュによって異なりますんで、ルアーをね、さまざまローテーションしながらその日の状況に合わせていくと、何かしらの反応を得ることができるんじゃないかなと思ってます。お、なんか引っかかったぞ。あ、ヒイラギだ、ヒイラギね。ほらほらほら、こんなのが多分いっぱいいるんでしょうね。引っかかるっていうのはこれ1匹いるだけで引っかからないんで、多分こういったベイトフィッシュがねいっぱいいるんだと思います。チャンスありそうですよ。多分波輪で小さなベイトを追ってるんで、エッジの95ね、これ行きましょう。期待だけで終わらないでほしいよな。連れてください。 あそこやっぱベイトいるな。波輪にやっぱベイトいる、いっぱい。あそこもやってるもんね。あれいるわ。ちょっとあそこ投げてみよう。お、釣った。釣ったぞ。よし、この魚の息楽しい。お、結構引っ張る。結構引っ張るね。でも無理しなければね、これサーフなんで上がってくるんで、無理せず。ありがとう。すいませんでした。ちょっとなんか違う色にしてみよう。これウェッジのね9号です。食った食ったよ。まあまあいい、まあまあいい。バレんなよ、バレんなよ。さあ、なんだろう、魚は。結構バタバタと引いてるな。よし。あ、シーバスだ。よいしょ。ばっくりだな。よいしょ。わーい、綺麗なシーバス、やりました。シーバスでした。あらららら、暴れるね。サーフの魚らしい綺麗なシーバスでしたね。
やりました。はい、それではですね、今日使ってるルアーを紹介したいと思います。まずはじめにですね、タイドミノスルミ140フライヤーですね。これはですね、私は本当ずん昔から使ってるルアーで、まず朝一に投げるルアーがね、このルアーなんですよ。で毎回同じね、ルアーを使うとやっぱりね、海の流れだとか、まあそういったね、変化をつかみやすいルアーということで、僕の中のサーチルアーとなっております。でこのイラゴにおいてもですね、まあ、シーバス、青物と、まあ、キラメ、マゴチとかなり実績のあるルアーですので、ぜひ、ミノをね、あまり使ったことないよっていう方いると思うんですけど、ボックスに一つ忍ばしておくとかなり釣れる魚増えると思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、こちらですね、ウェッジの9号ですね。シンキングペンシルなんですけども、スローにね、誘うことができるのが最大の特徴ですね。でこのウェッジは、9号、120、140というサイズがありまして、やっぱりベイトのサイズだとか、あとはね、リトリーブレンジですね、違いに応じてですね、使っていただけるルアーになります。今後はですね、ベイトのサイズも大きくなりますので、ウェッジ120とか140のね、出番が多くなってくると思います。サワラだとかワラサ、丸飲みにしてくるようなね、サイズでも全然120、140であれば安心できますので、ぜひターゲットのサイズに応じて、ね、使い分けてみてください。さあ、朝一ウェッジ9号でね、シーバスでしたね。ちょっと波がね、バチャバチャしてて、ラフコンディションの日は、シーバスの活性高いですよね。ちょうど一つ目のブレイクでね、シーバスがベイトを追ってるんですよね。ところどころね、やってるんで、ベイト位置も小さそうなんで、ああやってるね。例年ね、12月とか、1月初めぐらいまでね、かなりいいサイズのシーバス皆さんキャッチされてますよね。じゃあちょっとルアー変えて、はい、フライヤーの140ね、赤金、この色好きなんです。シーバス結構波までね、見えてるんで、14センチのね、ミノっていうと、ちょっと大型かなっていう風に思われるかもしれませんが、サーフではね、もう全然このサイズは欲しかったよ。はい、シーバス、サーフではね、もうこのサイズはね、全然もうまさにでもマッチザベイトと言ってもいいぐらいのサイズですよね。サイズはね、さほど期待できないんだけど、それでもこんだけ引っ張ってね、サーフシーバスらしい元気ですよね。おー、暴れるな。よし、こんなサイズでもね、もうバックリミノ食ってきますからね、楽しいですね。今はね、もうほんと一つ目のね、波打ち際というか、ブレークのところ、今ベイトフィッシュがね、結構一つ目のブレークのところにいるので、そこをね、重点的にミノーで探ってヒットにしましたね。今海見てると、ベイトフィッシュ、あ、食った。ベイトフィッシュもね、おー、シーバスだ。いる時とね、いない時がね、もう明確で、結構回遊してるね。でこうベイトフィッシュが回遊してきたタイミングで、こういうね、今シーバスだけど、食ってくると。お、ちょっとサイズアップじゃない？イエーイ、フライヤー140、爆釣、めちゃくちゃ当たる。危ない危ない危ない。フリッパーの 32g ですね。ちょっとね、波が今日高いんで、ブレイクもちょっと満潮で今遠いから、飛距離の出るフリッパー 32g で。
フリッパーいい当たり出ましたね。よいしょ。おしばしばす。よいしょ。まあ、いいサイズ、いいサイズ。はい、やりました。フリッパーの 32g で、まあまあいいサイズのシーバスですね。はい、それではですね、風が吹いてきてしまいましたので、まあ、今日はこれでおしまいにしたいと思います。まあ、メインターゲットはね、まあ、ヒラメって考えてたんですけど、今日ちょっと波が高い状況で、まあ、風もまあ少し吹いてるような状況で、まあ、バッドコンディション、海が荒れてるようなコンディションだったんで、シーバスの超過のみになってしまいましたね。ただですね、まあ、青森の海遊だとか、今後は大型ヒラメ、そして大型シーバスっていった時期になりますので、ぜひこの愛知豊橋エリアのサーフ訪れてみてください。その際はね、まあ、今日使ったミノ、そしてメタルジグ、まあ、ワームと様々なルアー、様々な状況に応じたルアーを用意していただくと何か釣れると思います。まあ何でもいいじゃないですか、釣れれば。今日は一日楽しい釣りができました。ご視聴ありがとうございました。